だな。ここまで来れば絹さんの家はもうすぐだ。バスが通っていて助かったな。出なきゃここまで歩く羽目になってた。キヌさんの家はこっちじゃない。ダムができるのか。キヌさんの家はこっちじゃない。
深山家ってことは、この墓は母さんの実家の墓か。佐伯じいちゃんもこの下に眠ってるんだな。父さんと母さんに連れられて、じいちゃんの弔問に来て以来だな。この家に来たのはその時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。あれから10年以上経つのか。父さんから。はあ、いろいろあってもうクタクタだ。昨日からろくに寝ていないし、父さんが迎えに来るまでどこかで休もう。喉が渇いた。ここでならゆっくり休めそうだ。確か昔来た時もこの部屋には入れてもらえなかった。
薄気味悪い札だな。そういえば昔この家に来た時、これと同じ札を母さんが見て、それこそ異常なくらいに、なんだろう、この札を見ていると頭が痛くな。太鼓棚か。父さんから聞いた話では、深山家は生業にしていた三種業を随分前に辞めてしまったらしい。その名残か、絹さんはここで蚕を飼っていて、子供の俺に蚕の話をした。絹さんと話したのはあれきりで、すごく嫌な話だった。本日の気象情報をお伝えします。こんばんは。今夜は西寄りの風が強まり、気温の方は例年より低め、お外では肌寒さを感じることでしょう。では天気図をご覧いただきましょう。日本の気圧配置は西高東低の冬型です。北海道を除き、日本海側では雲が多く、おおむね雨となるでしょう。太平洋側は対照的に、おおむね晴れとなるでしょう。続いて、関東の天気です。関東地方は、大体晴れとなりますが、一部地域では、夜のにわか雨や雷雨に注意が必要でしょう。また、関東地方の明日は晴れのち雨で、夕方から夜にかけての雷雨のところがあるでしょう。一ノ瀬テレビの特設スタジオからお送りいたしました。本日の気象情報をお伝えします。こんばんは。今夜は西寄りの風が強まり、気温の方は例年より低め、お外では肌寒さを感じることでしょう。嫌な夢だった。母さんの夢なんて随分見ていなかったのに。手でブリッジをしっかりと握る。ブリバスは気になってた。あの子も
ウブナーの子も。すっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。すごい効果ですね。通常価格1個9万8000円のところ、今だけなんとにコテストでお値段変わらず9万8000円でのご提供です。両手に花ならぬ、両手に向こうをご体験ください。お申し込みは、東京03 XXX ワイ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 。東京03 XXX ワイ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 。番号のお間違いにご注意ください。じいちゃん、ちゃんと俺にこの返事を出す前に。それがこちら、猫大集合室です。使い方はとっても簡単です。手でグリップをしっかりと握り、振り出す。気になってたあなたの。ウブナーの子も、大きいあの子まで。大効果です。営業価格1個9万8000円のところ、今だけ、なんとにコテストでお値段変わらず9万8000円でのご提供です。両手に花ならぬ、両手に向こうをご体験ください。気になってたあの子も、ウブナーの子も、玄関の方だ。父さんか。この井戸に落ちて、じいちゃんは死んだ。不注意で落ちた事故だったらしい。
もしもし。湊、私だ。なんだ、父さんか。今どこ？何時頃こっちに着く？そのことなんだが、今夜は帰れそうもない。今転院先の病院からかけているんだが、どうにも厄介なことになってきた。先ほどまで警察と話をしていたんだよ。警察？なんで警察なんかと。キヌさんが倒れた原因が病気や事故ではないかもしれないということだ。転院先の医者がキヌさんの首に絞められたような跡を見つけてな。それじゃ、あの人は誰かに襲われたせいで。まだそうと決まったわけじゃない。決まったわけじゃないが、用心するに越したことはないだろう。湊、一人で大丈夫か？当たり前だろ、子供じゃあるまいし。そうか。湊、気をつけなさい。ああ、おやすみ父さん。喉が渇いた。台所で水でも飲もう。懐かしい。習いたてのひらがなで書いたんだっけ。喉が渇いた。喉が渇いた。
局か。テレビショッピング。今日はどなたでも簡単にモテモテ人気者になれる商品をご紹介しましょう。それがこちら、猫大集合席です。使い方はとても。大きいあの子まで。すごい効果ですね。倉庫直送テレビショッピング。今日はどなたでも簡単にモテモテ。